まあ、開幕戦、はい、勝利でしたっけ、あの途中からの出場で何をこう意識して入りましたか。シュートがなかったので一番はシュートを積極的に打っていこうっていうふうに思って入りました。あの試合入った後の自分のプレーってこうイメージした通りに出せた。2トップっていう形にはなったんですけど、まあ、思ったよりそのスペースがあった中でもっとできた部分はありますけど、まあ、同点になっていかないといけない状況になったので、そこは結果は出せてよかったと思います。あの得点場面を振り返ってください。まあ、攻撃しないといけない状況になったので、そこでいいタイミングで田中さんから裏に出たので決まってよかったです。思い通り。はい。それ以外の自分のプレーはどうでした。イメージしたと。でもまあ、ボール受けた時にもう少しできることはあったし、ミスもあったので、まだまだだなっていうのは思います。あの残り中2日でもうすぐ試合があります。あのそこに向けた意気込み、どういうプレーを出していきたいか。まあ、チームとしてやることは変わらないと思いますし、個人としてはもっと貪欲にゴールを狙っていきたいなと思います。